では皆様、ボンボンも配られたところで、いよいよ常連の方おなじみですが、後半戦に行ってみたいと思います。ここから長いですから。
か、仕込み歌をちょっと聞いてください。仕込み歌というのはですね、いろんな仕込み歌があります。お米を洗う時の仕込み歌だとか、仕込みの小さい時、それから大きい時、本気込みの時、いろいろとね、仕込み歌ありますが、その中で酒屋がいつもお祝い事に歌う酒屋祝い歌というのを歌いたいと思います。そもそも仕込み歌をですね、昔は時計がありませんでしたので、歌を歌うことによって時を計ったと言われております。この酒屋祝い歌、これはですね、仕込みのある冬場の半年間を歌としてあります。お祝い事でよく歌う歌となっておりますので、ちょっとお聞きください。はい、それでは仕込み歌、祝い歌をですね、歌わせていただきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは、邪魔しない君だと。実はですね、ちょっと明日もちょっとテレビの取材が入っておりまして、また
え、月曜から夜更かしよりもうちょっとさらに有名かもしれない番組に出るかもしれませんので、青龍のね、Facebook とか Twitter で情報が発信されるかもしれないので、ぜひチェックしてみていただけたらなと思います。では1曲目は、さっきは結構ポップスなど中心に歌っていましたが、ちょっと趣向を変えまして、1曲目はいきなりちょっと演歌から行ってみたいと思います。で、多分春の歌で桜の歌で演歌ですが、多くの方が知ってる歌だと思いますので、知ってたらぜひ一緒に歌ってください。Oh, my.
描いて記憶の奥へ。
曲青龍の歌の前にお届けします。次は今旬のあの曲で、おそらくダンスが話題なので踊れる方もたくさんいるかと思います。ぜひ踊れる方は一緒に踊っていただきたく思います。スタッフも踊ります。行ってみたいと思います。星野源で来い。はい、それではお願いします。
はい、では声量の歌、さっき1回やりましたが、ちょっとこれで本番いきたいと思います。で、さっき1回聞いてなんとなく曲調分かったと思うんですが、ですね、何回も同じフレーズが繰り返される歌になっております。で、今日初めての方も多いので、せっかくなのでそこだけでも覚えて帰ってほしいということで、1回だけちょっとそこのフレーズ練習してから本番に行っております。そのフレーズというのはお手持ち歌詞カード見れば分かりますが、飲んで笑って歌でも歌って騒ごうよという、そのフレーズだけでもちょっと覚えて帰っていただけたらと思います。1回だけ練習してみますので、できれば一緒にご唱和いただきたく思います。いきます。そんだけ歌えれば十分です。ありがとうございます。あとは本番でなんとなくついてきていただけたらと思います。Hey, hey!
越しください。全員で乾杯をしたいと思います。高崎お越しですか？大丈夫ですか？お二階さんいいですか？それではよろしいでしょうか？それでは今日のこの楽しき酔っ払いたちに乾杯。お座りください。初めて来られた方にはですね、お土産があります。初めて来られた方がお土産があります。このお土産を説明したいと思います。このお土産はですね、巻物となっております。この巻物は一つは仕込みの絵図が書いてあります。番号順を追ってよく見ますと、お酒がどういう風にできるか分かるようになっております。でなおもう一つ、右側の方にはですね、地図が書いてあります。これは一を中心とした古地図が書いてあります。この地図を見た瞬間にまたこのツアーに参加したくなるという感じになっております。さて、仕込みの絵図順を追ってよく見ていきますと、どっかに私に似たような顔が書いてあるかもしれません。この巻物、家に帰りまして学装いたしますと、いい置物になるんではないかなと思います。お人様、高田さんにはお一つずつお参りとなっておりますので、よろしくお願いします。恐ろしい。さて、本日の東京見学、そして食事、そしてまた日酒、お酒ですね、そして、音楽いかがでしたでしょうか？何も考えない。いつもお客様のまたのご来店をですね、お待ちしております。でまたお客様のいろんなご来店がありましたら、どん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 入れて、もっともっと楽しい東京見学にしていきたいなと思っておりますので、今後とも一つよろしくお願いします。次のエンターテインメントここからなお、お二人で各プレゼントご挨拶に行きたいと思います。本日はどうもありがとうございました。マジでエンターテイナーなんで。